僕はさ、サッカーの動画投稿してるんだけど、同じね、サッカー系の動画投稿してる、佐野サッカーチャンネルさんっていう人の動画が面白いっすね。コント上げてる人なんだけど、サッカー初日からプレイスタイルが三笘とか、新人バイトの稼働率がチアゴ・アルカンタラとか、絶妙なんだよね。日常のあるあるとサッカー選手のなんか面白そうなところを組み合わせるのがなんか絶妙におもろいんだよね。押した部下の態度がジョアン・フェリックスとかさ、こう見たくなるじゃん、こんなの。ジョアン・フェリックスって結構態度があれで、チアゴ・アルカンタラはさ、ガラスのエースみたいに言われたりするじゃん。そう、面白いんでね、皆さんも見てください。